皆さんこんにちは、野田由依です。今回はですね、こちらの鬼旨辛担々麺、こちらをですね食べてみたいと思います。ちなみに寝起きです。はい、じゃあそのわけでこちらちょっとね食べてみようかなと思います。僕は辛いのがですねすごく得意なわけではなくて、苦手なものももちろんあるんですけど、割とキムチが好きで、もう本当に夕飯時にはもうほぼほぼ毎日食べてるかな。すごい好きなキムチがあって、スーパーとかで買えるやつなんですけど、あって、まあ、それもなんかそのうち紹介できたらと思います。今回はこちら食べていきたいと思います。どうやったっけ？切れた。すいません、ちょっと寝起き、本当に寝起きなんで、鼻声がすごいってなんで、開けていきたいと思います。ああ、マーラーの匂いが、マーラーだよね。違ったらすいません。なんか、山椒か？うん。なんだ、淡々の独特な、匂い。さてさてさて、では次にですね、こうやって見えますか？この、唐辛子。こちら、めっちゃあるんですよ。こんな感じで。あるんですけど、どうしようかな。最初は、これだけ食べてみましょうか。じゃん。はい、こんな感じです。ちょっとアップにしましょうか。はい。こちら、セブンイレブンの旨辛担々麺。鬼旨辛だっけ？担々麺です。やっぱりね、セブンイレブンの商品、ご飯は基本的にうまいし、うまそうなんですよね。こんな感じで。いかがですか？なかなか美味しそうに取れてるんじゃないでしょうか。ではこちら早速食べていきたいと思います。はい、ではいただきたいと思います。まずはね、まずはこのまんまちょっとこう混ぜて、うん、あ、でも匂いはねまだ全然辛いって感じはしない。麺がさ、絡まっててうまく取れないんですけど、じゃあこちらいただきたいと思います。いきます。まあ、うん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 、まあもうすでにねちょっと辛めなんですよ。もちろん辛めなんですけど、そんなすごい辛いわけではないかな。まだですよ。じゃあ次。こちらですね。辛そう。なんか、本当に一味って感じ。じゃあ、こちら。どうしますか？どのぐらいかけますか？かけすぎて、食べれなくなるのが、ちょっと、もったいないので。まあ。このくらいでいいんじゃないかな。元が辛いから。では、ちょっと混ぜすぎずに、ちょっと表面に粉が残るくらいで、ちょっと箸で撫でて、うん、すごい。見えますか？この、ここら辺とかがそう。なんかタラコみたいなやつ。いただきます。うん。
や、美味しいんですけど、あのね、この唐辛子が喉に引っかかってしまうので混ぜましょう。混ぜましょう。でも美味しい。なんか担々麺のなんか美味しさ、なんかこう担々麺といえばここが好きみたいな要素がしっかりこう詰まってる感じがします。そう、うん、なんかさ、あのたまにファミレスとか行くと担々麺僕好きで頼むんですけど、ちょっと物足りないなっていう時とかもあるんですよ。やっぱりあるんですけど、今回のこれはね、あ、担々麺じゃーって感じです。すっごい笑顔今。うんうん、辛いけどね。やばい、前にね、とあるファミレスで食べた、あのね、なんだっけ、あれ、ちょっと辛い麺なんですけど、あれがね、マジで辛くて、あの、冷麺なんですけどね、それは。冷麺なんですけど、めちゃくちゃ辛くて、あの、泣きました。あ、やばい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 って言って、痛いんですよ、もう。なんか辛すぎて。あそこまで行っちゃうとね、美味しく食べれないな。うん。山椒は効いてたのかな、あれは。死にますね。やば。うん、そう。鬼も逃げ出す鬼馬から担々。そりゃ、辛いよ。あの、成分の辛い商品って本当に辛いんですよ。特に、あの、他の店が作ったのを、セブンが出してるとかじゃなくて、あの、セブンが出している辛い商品って、マジで辛くて。皆さん食べたかわかんないですけど、あの、今、あれは新商品か。マーラーハル巻きっていうのはあれ、辛いやつなんですよ。で、あと、マーラーマン。マーラーマンやばいですよ。もう、もうダメだ。もうダメだ。もうダメだってなります。ってなったんで、あれは、ぜひ食べてみてください。もうね、色がね、もうなんか、こいつやべえぞって感じしてるんで。中もすごいし、外見もすごい。あれはびっくりした。はい。というわけでですね、無事、完食いたしました。あー、太陽。いや、もうこれ、スッとさすがにね、ほら、こんな感じで、もう、こんな、こう、ドロッ。やばい。まあでも、美味しかったです。なんか、まあ、今回僕がかけた唐辛子の量が少なめだったっていうのも、幸いしたのかもしれないですけど、結構ね、やっぱ美味しく食べれました。うん。今回食べたのが、鬼も逃げ出す、鬼から、違う、鬼馬から担々麺ですね。こちら、もう、本当にパッケージにね、辛味による刺激が大変強いんで、お子様や辛味が苦手な方の飲食には十分ご注意ください。そうか。飲む人もいるのか。いや、さすがに僕は、
はい、というわけでですね、今回食べさせていただいた、セブンイレブンさんの鬼も逃げ出す鬼うま辛担々麺、鬼うま辛担々麺、こちらですね、とても美味しかったので、ぜひ辛いのが大丈夫な方とか、ちょっと辛いぐらいだったらいけるかなっていう方はぜひぜひ食べてみてください。担々麺好きな方はね、まあ美味しいんじゃないかな。あんまご了承はできないけど、うん、僕は結構好きなので、食べてて、あ、今担々麺食ってんなっていう感じでした。はい、ではぜひぜひ辛いもの好きな方、担々麺好きな方は食べてみてください。野田ゆいでした。バイバイ。